国鉄多滝1万1000経過車とは、1964年から製作された石油類専用の35トン石タンク貨車である。製造時は、日本国有鉄道、1987年の国鉄分割ミニエーカ後に、日本貨物鉄道に車席を有した。同一の車体構造で同時に製作されたパラフィン専用タンク車。 多岐六6150型についても本項目で解説する。C10 油など高比重、高年度の油脂を輸送するための輸送用のタンク車で、寒冷地において使用するため、蒸気加熱管と保温材を備えたタンク車である。1964年から1968年にかけて日本車両製造、三菱重工業で日系式合計137両が製作された。 1979年10月より化製品分類番号年31が表記された。多機9800型に類似するが、保温材と大枠を持つ点が異なる。タンク体はドーム付きで軽量化のため、1964年から1966年製造者は、高張力構成。1967年以降の製造者は、対抗性高張力構成である。 テーパーのない自家円中形状であるが、中央部の小道は両端部より太く、中央部と両端の接続部を遮円水状の造形とした、漁服が体形道と称される形態である。取り下ろし時に積み荷の流動性を確保するため、タンク内部には高圧蒸気を通す加熱管を装備し、外周には保温のために厚さ 100mm のグラスウール断熱材と、 薄鋼板製の外板が装備されている。二役方式はタンク上部のドームから積み込み、タンク下部中央に設けた都質管を用いる上入れ下出し方式である。下回りは車体側面に台車枕張りの間をつなぐ側両があり、1967年以降の製造車では軽量化が図られている。台車は TR41C。ブレーキ装置は手ブレーキと、 空気ブレーキである。35トン席の石油類専用タンク車である。1964年から1968年にかけて133両が日本車両製造三菱重工業で製作された。各年度による製造会社と両数は次の通りである。30トン席のパラフィン専用タンク車である。1967年に4両が 日本車両製造で製作された。各年度による製造会社と、両数は次の通りである。多岐一万1000型は、北海道地区を中心に使われ、一部は、本州地区でも使われた。積み荷は、c 重油輸送のほか、機械油輸送などにも使われた。多六6150型は、ネギ市線ネギ市駅に常備され、東海道本線振興駅から、 関西本線と大駅や四日市港駅へのパラフィン輸送に多岐17,800型ととも使われた。1987年4月の国鉄分割民営化に際しては多岐11,114両、多岐6,150系4両を継承したが、 多滝6150型は1999年11月までに廃車により形式消滅し、2010年4月時点では多11000系12両が在籍する。電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー840、増換鉄道車両年間 P107。ありがとうございます。